思い出のガンプラキットレ優秀。機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション。60分の1スケール。MS-06R2 ザク2。ジョニーライデン小先。時は1983年。社会現象になったガンプラブームも収束し、すでに、模型売り場はガンプラ一強の時代ではなくなっていた。しかし、ガンプラで味を占めた方々は、まだ煎じれば味がするとばかりに、ガンプラを恒久的なコンテンツとすべく活動を開始する。アニメに登場したモビルスーツのバリエーション。すなわち、100% 二次創作という新シリーズ、モビルスーツバリエーションが誕生するのであった。MS-06R2 ザク2。ジョニー・ライデン小先は、プラモデル企画、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーションに登場する、ジオン軍の宇宙用高機動型モビルスーツなのでおます。いわゆる、4機が生産されたと言われる、MS-06R2。高機動型ザクの一機で、真空の稲妻の異名を持つジオン宇宙軍のエース、ジョニー・ライデン少佐が使用した専用機なのでございます。そうだ、その通り。ジョニー・ライデン少佐は、MSV では一番の出世頭で、真空の稲妻の異名を持つ、ジオン宇宙軍のナイスガイなんどすえ。当初のイラストは、ただのフレンドリーなお兄さんだったのだけどそれはそれ。登場以来、抜群の人気と知名度を誇り、彼の専用機である真空のザクやゲルググは、ガンプラブーム時のシャア専用機に匹敵するほどの人気を博し、その専用機を見るにつけ、思えば、赤い彗星なんつっても赤というよりピンクよな。いやさ、たらこ色じゃん。ってな感じに、シャア専用機も過去のものとなり果て、ジョニー・ライデン専用機の時代がやってきたのでございます。その機体は、MS-06R ザク2に改良を加えた機体で、改良型の大型ランドセル、レッグアーマー付きの脚部に加え、真空のボディと RB のマーキングが特徴。中身も別物というレベルにまで改良され、乗り手を選ぶピーキーな仕様ながら、ゲルググ並みの性能を引き出すことも可能とか、リックドムと次期量産機の座を争うも、生産性の悪さから量産には至らなかったなどなど、当時としては、結構盛られていた機体なんどすえ。そうだっけ？思い返そうそうし合う。モビルスーツバリエーションは、ガンプラブーム時に、すべてのモビルスーツをキット化しちまって困ったバンダイさんが、ネタ切れをなんとかしようと、アニメに登場したモビルスーツのバリエーションを捏造し、シリーズを永遠に継続させようとしたことに端を発するわけなのよん。捨てる神あれば、拾う神あり。当時は、ウルトラシリーズや仮面ライダーなど、リバイバルブームの火付け役とも言うべき人がおったとさ。すなわち、編集者の安井久志氏によって、劇場版の公開終了後くらいから、様々な書籍を刊行してガンダムのメディア化が進行し、着々と、ガンダムのリバイバルが進行していたのだよ。しかるに、アニメ本編に登場していない機体だけに、アニメへの資料や、セル画のようなものはナッシング。画像的な資料は、大河原国夫先生が描いたイラストがメインで、ガンプラのインストに記載された膨大な量の文章と、月刊コミックボンボンの特集記事の作例などで、その世界観を膨らませていったのですよ。まあ素敵。ことに、ファンブックであるガンダムセンチュリーを除けば、MSV で初めてザク2という記号が用いられ、量産型のザクがザク2なら、旧型のザクはザク1という認識が巷に拡散したのもこの頃。機体についた型式番号も好評を博し、アニメによらないシリーズが誕生した結果として、MSV の愛好者に、ミリタリー的な要素を好む高年齢の方々が増加したのは、必然だったかもしれん、かもしれん。当時のいきさつとしては、毎度おなじみ、ストリームベースの小田さんが、派手好きなモデラーの草刈健一氏に、赤だからやらないかと、MSV ハンドブックに載っていた、MS-06R2、ジョニー・ライデン小先の作例を依頼したという、全くもって昭和的なノリに端を発するのでございやす。ところがギッチョン、当時のイラストは、後部の特徴がわかる画工がなかったのですよ。参ったね。仕方ねえんで、小田さんから聞いた情報をもとに、草刈氏の解釈で作例を作ったわけなんだい。だが、しかーし、完成した作例の後ろ姿に納得がいかないケン兄ちゃん。モデラーならおなじみの、作例は完成したけど納得がいかないパティーン。そこで、ケン兄ちゃんは小田さんに相談したわけよ。大河原先生は多忙だもんで、その絵を描いたマスオさんに頼むことになり、脚部のカバーも追加され、どうせだからと、小田さんがランドセルの形状まで変えちまったのでしたとさ。実際、ジョニー・ライデン小先の作例は、デザインが追加されるごとに手直しされて、その都度、月刊コミックボンボン市場に、何度も何度も掲載されたもんざいもん。真っ赤っかのヒロイックな機体は、ガキンチョから好評を持って迎えられ、なんやかんやで、ジョニー・ライデン少佐の人気も急上昇。結果、ついに、ジョニー・ライデン小先がキット化されることになったのですよ。バナイメイ。つまるところ、大河原先生のデザインをもとにして、MSV に関わる何人かが、勝手にデザインを追加した機体に人気が出ちまって、
商用ベースに乗るまでに至ったのですよ。わけわかめ。すなわち、当時、ガンプラ少年のバイブルと言われた、月刊コミックボンボン由来のモビルスーツの先駆けとも言うべき機体。それが、MS-06R2 ザク2、ジョニーライデン小先なのでして。この機体が、MSV でもトップクラスの人気がある理由の根源だったりするのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1983年12月、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーションから、ついに、ジョニーライデン少佐の蒸気である、MS-06R2 ザク2が発売される。いわゆる、クリスマス商戦用に60分の1スケールキットをぶち込む、当時のバンダイさんの得意技ながら、依然として高額なガンプラを買えるものは限られ、多くのものは、後に発売される144分の1キットで我慢したという。キットの値段は2500円。1983年12月に発売されたキットだよん。動画で使用したキットは記憶正しい再販版。MSV でも屈指の人気を誇ったキットは、石橋健一氏によるボックスアートがすんばらしい一品。当時のガキンチョの憧れのキットだったのは間違いないのだけれどもね。2500円という値段のガンプラを買えるものは、この時期においても、一部のお大臣に限られ、多くの場合、憧れのままに終わった伝説のガンプラなのでございます。ねえキット、来たー。伝述の通り、MS-06R2 ザク2。ジョニーライデン小先では、初めて立体化されたガンプラでして、月刊コミックボンボンに作例が何度も登場したことを受け、人気の高まりとともにキット化されたというシチュエーションが素敵すぎ。でもね、まあ、なんだ。当時においても、格差社会は半端なく、こんなもん買うのはどこのお大臣だよって話で、仮にお金があったとしても、すでにガンプラブームが終わって久しい時期にだよ。バカでかいガンプラを買って帰ったバカ息子に、優しい言葉をかけてくれる家族は少数派だったと言ってよく。買ったのはいいけど、家に持って帰るのは至難の業だったと、多くのおっさんモデラーが酒の席でゲロってますのよ。あいたたたー。実際、当時は買えずに終わった方々も多く、その後に発売された144分の1キットなら安いし、しかも、カバンにすっぽり入る大きさが交換され、代替品として重宝されたりした問題。特筆すべきは、60分の1スケール、144分の1スケール、100分の1スケールの順にキットが発売され、この1年ほどの間にも仕様が変わっていったのですよ。ざっくり言えば、極めて初期の仕様を再現しているのが60分の1キットで、ザクバズーカがついて話題になったのが144分の1キット。今では、ついてなければおかしい、などとの玉うモデラーも多いジャイアントバズは、MSV でも末期に発売された100分の1キットで、初めて実装されて話題になったモンザイモン。要は、この機体は、最初からジャイアントバズを装備していたわけではなく、この1年ほどの間に後付けされたという経緯があるのよね。当然ながら、当時のボンボン派のが近所ならばボンボンを呼んで知ってるはずなのだけれどもね。悲しいかな。俺はすっかり忘れちまったのですよ。ごめんして。キット的には、60分の1、MS-06R ザク2のバリエーションで、発売時期が2ヶ月しか違わないことと、ランナーのパーツの配置から、当初から、金型の共有が前提だったことが伺い知れる仕様なのだよ初見さん。頭部は、別売りの麦球を用いて物合いを発行できる優れもの。ただし、麦球を仕込まない場合は、物合いレールの風防にデカールを貼るだけといういやあんな仕様なんどすえ。なので、発行させない場合にも、一応麦球を仕込んでおくのは当然だったと人の言う。まあ、どこの店にもカーモデル用の麦球は置いてありましたし、壊れたカーモデルからも有用可能だったので、悩むほどのことではございません。難点としては、できるだけ先端が丸い麦球を選ぶ必要があったのと、麦球が玉切れを起こしても、交換するのが難しい上、ボディ内蔵型の電池ボックスにスイッチがないので、電池を外して切り替えるというざっくりした仕様が残念ですなそうですな。ちなみに、モノアイレールの風防はペット樹脂製なのだけど、当時に発売されたキットでもそうだったかはわかりません。っていうか、当時にペットボトルなんてもんがあったのかどうかは覚えてません。でもまあ、醤油の容器はそんなだったような気がするので、原平さんに3000点つけておこうねそうし合う。関節部分はポリキャップを使用してはいるものの、肩の可動範囲が広い他は、どの関節もちょっとしか動かないのも特徴の一つ。あくまで設定を遵守した仕様なので、可動範囲を広げるためにパーツに切り欠きを入れたり、はたまた、関節が干渉する部位を補足したりしていないのですよ。まあ素敵。でもまあ、大型のガンプラの場合は、関節がへたって倒れると、あっさり五輪銃なんてこともザラにあるので、この仕様で正解なのだと思いやす。武器は、MSV 版デザインのザクマシンガンが付属。専用の持ち手で固定し、フォアグリップとストックが稼働する仕様は、多くのガキンチョが、
国鉄色をベタ塗りした一品なのだよ。ミナノ州肩のシールドも根元で稼働するのだけども、すぐに擦れてバカになるのはいかがなものかと思いやす。その他、取り外しができるハンドパーツは、拳状のものが両手分と左手の平手がついており、同スケールのジオン兵士の人形と、その台座や、水転写でカールが付属するのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。プロポーション的にはあまり設定画とは似ていない、各部がゴン太なしようながら、この太さが良いと手にした方がのたまうなど、当時を体験した方には好評なのは間違いねえ。当時に発売された MSV の60分の1スケールキットのうち、ゲルググキャノンやフルアーマーガンダムが、旧キットの金型を有用して開発されたことを鑑みれば、新規金型のみで開発された MS-06RK のキットが、極めて特殊な存在だったのは間違いなく、現在でも、2500円程度で購入できる手軽さもあって、古参のモデラーには人気のキットとして君臨し、60分の1スケールのドムのジャイアントバズを回収して使うのは、ある意味、当然の行為なんどすえ。制作にあたっては、何も考えんとサクッと作っちまうのが昭和流だよ、おっかさん。あれこれ考えちまうと、突っ込みどころが多すぎるので、後回しにして、押し入れで寝かせちまうのが関の山。勢いで作って、塗装も筆でベタ塗りすや上等ですな、そうですな。意外にも、組むのは下手でも、塗装で雰囲気を出す方は多い傾向ですからに、組むのが下手だからと躊躇して、なんやかんやで塩漬けしちまうのはもったいないとか言っておこうね、そうし合う。とにもかくにも、当時を体験した方にはツボとなるポイントが多い上、地味なとこでは、ボックスアートでも、石橋健一作画のリックドムが見られるのも貴重やね。MSV としても、ヒロイックな存在として不動の人気を誇る機体だけに、MSV の入門用としても優れたキットなのでござんすよ。はい。なんだかなぁ。追伸、今年も忙しくなってきたので、6月22日から動画投稿をしばらくお休みしますです。ひょっとしたら暇になるかもしれんけど、今の状態で災害が起こったらシャレにならねえので、今のうちに、米などの生活必需品を買い込んでおきたいとか思ったりする今日この頃。再開は7月上旬を予定しております。ではまた。